にちは。思考改革であなたの人生にミラクルを起こすカウンセラー片岡信恵です。今日は短パン感という言葉についてお話ししたいと思います。短パン感という言葉ご存知でしたでしょうか？私は初めて聞いたんですけれども、担ぐという字、担任の担という字に板という字を書いて、漢字の感、男という字なんですけれども、意味なんですけれども、この担ぐ板の男ということで短パン感、読み方によっては短パン感と読まれることもあるそうです。こういう言葉がねあるんですね。四文字のごとくなんですが、肩に板を担いだ男という意味で、どういう意味かと言いますと、肩に板を担ぐと、この担いだ側って視界が閉じられて何も見えなくなるじゃないですか。片側だけしか見えなくなるということで、一方しか見ていない人という意味で、物事の一面だけを見て全体を見ることができないという人を例えた言葉なんですね。うまいこと言った言葉だなと思いました。まあ、確かにね、物事って全体を見られるのかというとそうじゃなくて、何か一点だけを見て決めてしまうみたいなことありますよね。特に何か誰かを嫌いになるとか、何かが嫌になる時って、嫌だなって思っていることとか、嫌いだなって思っているところが見えたら、そこしか見えなくなって、それ以外のところ見えなくなっちゃうっていうのあるじゃないですか。まあ、例えば何かの行為が嫌だなとか、その人の態度が嫌だなっていうことを思った時に、本当はその行為とか態度だけが嫌なはずなのに、その人全体が嫌だと思ってしまうっていうのは、まさに片側一方だけしか見れてなくて、全体が見れてないっていう状態かと思います。で、それが人だけじゃなくてね、物とかことに関しても、ちょっとここが面倒くさいなと思ったら、もう全部が面倒になってしまったりとか、一点のところが全体っていう風に思えてしまう、全体が見えていないという状態がね、結構出てくると思うんですよね。そうすると、板を担いだ側、見えてない部分っていうのは本当はあるんですけれども、なかったことにしてしまうんですよね。という意味で言うならば、人や物とか場所なんかに関して、嫌いだなとか嫌だなっていう思いを持つということは、板を担いでしまうので視野が狭くなってしまうということなんでしょうね。だから全体的を見る、物事何もかもを全体を俯瞰して見るっていうのは非常に難しいことなのかもしれないですけれども、まあ肩に板を担いでいるのならば、この担いでいる板の持っている肩の位置を変えてみるとか、自分の体の向きを変えてみることで、嫌な面だけじゃなくて、もう少し広い視野でいろんなことが見えると印象って変わってくるかなと思うんです。で、どうせ向きを変えたり担ぐ側を変えるんだったら、ご自分にとって都合のいい側、受け取りやすい方向に変えれば、もっと世の中楽にね、いいことばかりを中心に見ることができるようになるのでいいんじゃないかなと思います。結構ね、面白い言葉だなと思ったので、今日はご紹介させていただきました。はい、ということで今日のお話はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは、誰もが自分を大切に人生を楽しむヒントをシェアしています。お気に召しましたら、チャンネル登録、高評価ボタンの方をお願いします。あと、コメント欄にご意見、ご感想、ご質問などいただけますと励みになります。どうぞよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。